出がございますので順次これを許します長島昭久君長中島君、えー、民主党の民主党の長嶋昭久です、えー、都議会議員選挙の真っ最中でありますが、えー、おそらくこれ香港国会最後の質疑になると思いますのでしっかりあの質問させていただきますので、えー、ご答弁のほどよろしくお願いいたします、えー、まず冒頭にあの二つ議題となっている協定について それぞれぞ一問ずつ伺いたいいたと思います最初にあの食料・農業・植物遺伝資源条約につきまして、えー、外務省から説明を受けましたところです、ね、これはそもそも2001年の国連の食料・農業機関の総会で採択をされてそして2004年にはもう発行して 今日まで127カ国及び EU が、まあ、締結をしていると。まあ、こういうことであります。まあ、今年が2013年でありますから、まあ、率直に言って日本としては出遅れた感が否めないんじゃないだろうかというふうに思うんですね。えー、そもそもここまで時間がかかった理由について、えー、伺いたいと思います。まあ、私はあの基本的にはこれ、食料安全保障上極めて重要な条約だというふうに認識しておりますが、 条約の締結の意義も含めてですね、ここまで遅れてしまったこと、アメリカもそのようでありますが、ご説明いただければありがたいと思います。はいえー、安倍敏子外務大臣政務官。 お答えいたします我が国をはじめとする先進諸国、この遺伝資源を用いて開発された成果物に関しまして、通常、特許権の付与が認められているところでございます。しかしながら、本条約知的財産権の取得に関わる規定に関しまして、他国間の制度から受領したこの植物遺伝資源を用いた発明に対して、特許権を付与することが妨げられるのではないか。 という懸念が実はございましたあその懸念のために我が国2001年の この採択当時、米国とともに採択を棄権したということがございます。その後、同様の懸念を有してました EU 諸国、この解釈宣言を付した上で本条約を締結し、今日に至るまで各国から意義が示されていないことによって、かかる懸念が払拭されたと判断するに至りました。また、我が国の本条約未締結により、近年、我が国の種苗会社による外海外における 植物遺伝資源の円滑な取得に影響が生じているということがございましてこの点につきまして関係団体から本条約の早期締結に向けた要望書が締結されていたところでございます政府といたしましては以上のような状況を踏まえましてかつ植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用という本条約が有する意義に鑑み本条約を締結することを必要と判断し 今国会に提出させていただいたところでございます。長嶋昭久君、次にあのこの北太平洋公開上のですね漁業資源保存条約について伺いたいと思います。北太平洋は我が国の漁業にとりまして大変重要な漁場だというふうに認識をしておりますが、我が国がこの本条約をですね締結する意義について説明していただきたいと思います。外務大臣岸田文雄君。 はいあのまあ、本条約が対象水域としております北太平洋の黄海、まあ、特にあのこの海域に位置しますえ天皇海山水域、えー、我が国のこの底魚漁業にとって最も重要な漁,業と漁場となっております。 またこの水域における我が国のこの底魚、坪鯛ですとか金目台こうした底魚の漁獲量、他の関係国等と比べて圧倒的に多いという現状にあります。したがって、我が国が本条約締結することは、対象水域であるこの北太平洋の航海におけるこの漁業資源の適切な保存、 及び管理に貢献するだけではなくしてこの我が国の漁業を安定的に発展させる上で大変重要であると認識をしております、えー、こうした意義をこの同条約持っておると考えております長中嶋昭君、えー、ありがとうございましたそれではあの今国会私ずっとこだわって質疑をしてまいりました自衛隊法の修正案について お尋ねをしたいいと思います今日はあの佐藤正久防衛大臣政務官にもお越しをいただきました、ゴラン高原にも行かれ、またイラクの人道復興支援にも部隊の司令官として行かれた、そういうお立場から、現場をよく支出しておられるという、そういうお立場からぜひ今日はその経験に基づくですね え、検識も含めてご見解を伺いたいというふうに思っています。まあ、特にあの、私はこれ本会議でも取り上げさせていただきましたし、予算委員会、あるいは安保委員会、外務委員会、これ二回目でございます。で、まあ今日は最後ですから、まあ総仕上げというつもりで伺いたいと思っています。で、あの、最初に申し上げますが、四月の十六日の予算委員会で、これ安倍総理自らがですね、この改正案は、え、食おうとしますと、武装勢力に 法人が襲撃を受けている際、自衛隊の保護下にないと判断されれば、救出に行けない最高司令官として、じくじたるものがあると。これはあの佐藤お政務官も同様の思いだろうというふうに思いますが、もちろん外務大臣もそういう思いだと思いますが、あるいは宿題はまだ残っていると。まあ、こういうあのご発言をされました。まあ、ならばということで、私どもから、武器使用基準についての修正案をですね、与党側に、えー 果実提示をさせていただきましたが、どうも、今国会中に議員修正ができそうもない、そういう情勢であります。しかし、あの、総理が言われているようにですね、宿題を片付けないと、海外におけるですね、法人の保護というものの実を上げることは、なかなか私は難しいと、こう思っておりますので、今日はあの、秋の臨時国会につながる質疑をですね、させていただきたいというふうに思っております。従いまして、あの、外務大臣、えあるいは防衛省の政府三役もですね、 安保法制圏の報告を待ってという、まあ、受け身の姿勢ではなくて国家安全保障を預かるです、ね、政治家として正面から、まあ、ご答弁をいただきたいこのことを冒頭にお願い申し上げますで私たちはです、ね、修正案の中で武器使用基準は、まあ、極めてシンプルに、えー、軽食法7条の順用でいくべきじゃないかと、まあ、こういう,う提案をさせていただきました、まあ、そうしますとです、ね、警察権の行使を 他国の領域でできるわけないだろうと。まあ、こういったあ批判が出てまして、でこれをど、このための同意をですね、えーりょあの、領域国から取り付けるというのはほぼ不可能だしたがって事実上陸上輸送はできないことになると。こういうまあ批判が防衛省内にも、あるいは与党内にもまある矢に聞いております。まあ、そこで大臣に伺いしたいと思いますが、まずあの議論の大前提として、他国の領域で 自衛隊が活動を行うに際して、領域国の同意が必要である、その理由は一体なんでしょうか外務大臣、岸田文雄君。えー、まずあのま、国家は、えー、領域主権に基づきましてま、原則としてその領域に所在するすべての人や物等について、これを規制する、えー、権能を持っております。 国際法上、これは一般に自衛隊の部隊等の政府機関が主権国家たる他国の領域において、当該領域国の同意を得ずに活動することは認められておりません、自衛隊が他国領域で活動するためには、領域国の同意を得る必要があると考えております。中島君 そこで,です、ね、あのこれまでは、えー、まあ自衛隊、えー、他国で活動してきた実績があるわけですけれども、えー、自衛隊の海外活動で、えー、領域国の同意は具体的にどのように、えー、これまで取り付けてきたのか、えー、ど,のどの役所がどういう形で、えー、この同意というものを取り付けてきたのか、えー、お答えいただけますか。はいえー はい、お答え申し上げますあの。今、委員からご指摘ございましたとおりあの、一般に自衛隊を他国の領域に派遣する際には、あの外交チャンネルを通じて、えー、当該国の同意をり問い付けた上でえで、ー、実施しているということでございます。一つ例を挙げさせていただきますと、例えば本年1月の在アルジェリア法人に対するテロ事件。 この際に法人を輸送するためにあの政府専用機を派遣したわけでございますけれどもこの際は在アルジェリア大使館からアルジェリア政府に政府専用機の機体情報運航計画等を通報いたしまして両空通過許可あるいはアルジェ空港への離着陸許可等を取り付ける形で先方政府から同意を取り付けたわけでございます委員長嶋 <laughs> 昭久君あの先ほど私はあの軽食法七条の順用で言ったらいいんじゃないかという話を申し上げましたまあそうしますと警察権の行使が あ、他国領域で行われるわけないだろうとまあこういう批判があったという風に申し上げました。けれども、まあ別にあの私は司法警察権を行使すべきだとこう言ってるわけじゃなくて、国民の生命身体を守るという行為、つまり、これはまあ言ってみれば、行政警察権、行政警察権みたいなものじゃないかとそういう意味で自衛隊にですねその限りで武器の使用を認めたらいいんじゃないかとまあこういう。 提案をしたわけですけれども、今の新見さんの御答弁によりますとですね、じゃあいちいちその、まあ武装した自衛隊を派遣するわけですけれども、まあ自衛隊のその武器使用の基準がどうであるのかとかですね、例えばまあ法制局がこだわっているこの自己保存を超えた武器使用を行うのか行わないのかとか、あるいはその、警察権の行使をするとかしないとかですね、そういうことを つまり国内法上の、武器使用に関する国内法上の性格を云々するような形で他国の同意を取り付けることは一体するのかどうかですね。ここもあのぜひお答えいただきたい。で、これは非常に私大事だと思うんです。これから自衛隊を海外に派遣する機会というのはまた増えてくると思うんですけれども、まあ、その際のですね、基準になる重要な答弁になると思いますので、まあ、できればこれ外務大臣にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 大臣いきますかでは、新味順、一般的に、えー、自衛隊が他国の領域で活動を行うためには、国際法上、当該国の領域,領域国の同意が必要なわけでございますけれども、その際の相手国の同意を取り付ける際の説明内容。 これについても一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般的には相手国の求めに応じて必要な説明を行うことになります。従って、必要に応じ武器使用の国内法上の性格についても説明することはあり得ますが、例えば、あの、先ほど御説明いたしましたアルジェリア事件の際については、自衛隊の派遣の目的が法人の輸送であったと。 またあの、まあ、そういうこともございまして、アルジェリア政府からです、ね、自衛隊の武器使用に関する紹介はございませんで、え実際、武器使用のお国内法上の性格などについての説明はしておりません外務大臣、岸田文雄君。あの今あの、ご説明させていただきましたように、この一般に自衛隊が他国の領域で活動するためには、国際法上、まあ、当該領域の同意が必要であるということであります。 あのまあ、しかしながら、このご質問にありました、この自故保存を超えてこの武器使用を行う,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 うなど、このまあ詳細な説明についてですが、これにつきましては必要に応じてということであります、ですからあの、必要に応じて説明,説明することはありうる、まあ、こうした現状にあるということでございます。島久君 まああの私は輸送対象の生命、身体を守るために、警察比例の原則に従った武器使用を行うんだと、まあ、これは普通のことですから、こういったことをきちっと相手国に、まあ、もし説明を求められたらです、ね、そういうことをまあ伝えれば済む話だというふうに思っています。えー まあ、ぜひ、そのことは、あの、今後の派遣にも関わる話ですから、あまあ、私ども、委員としてもですね、しっかりいい、頭に入れておきたいというふうに思っています。さて、あの、私は、あの、五月二十三日のですね、本会議の質問で、まあ、いつものような三角構造ですね、襲撃をする加害者、それから、あ法人、助けを求めている法人、そして、まあ、自衛隊という、まあ、この三角構造においての、 まあ武器使用の可否について、まあせえー、質問をさせていただきました、まあ、つまりその輸送対象者である法人をです、ね、事故の管理下に置く行為つまりまあこうやって助けに行って、えー、もう本当にちょっとのところで襲撃を受けた場合です、ねまあ、三角構造にはなるんですけれどもこの人たちをです、ねえー、自分たちの事故の管理下にこう入れる、保護下に置くというです、ね、管理下に置く行為についての まあ武器使用の基準について、権限について、まあ、正したわけです。ですから、まあ、ゲリラに拘束されたのを、こう、奪還するというようなことは、私は実は想定しないで質問したんですが、小野寺防衛大臣はですね、こういうふうに御答弁されたんです。外国において拘束された法人の救出、奪還といった任務を自衛隊に付与することについては、国際法や憲法の関係など、各種の課題があると考えておりますと。まあ、どうもその私の意図と、 その多少です、ね、大掛かりなオペレーションに多分なると思います、この奪還作戦と、混同してご答弁なさったような印象を受けたんですけれども、まあ、先ほど申し上げたように、私が申し上げたのは、そういう奪還とか救出とかというところではなくて、もう本当に目の前にいる法人、助けを求めている法人、その人を輸送するために、自衛隊がその場所に行くわけですから、それをこの管理下に置くときに、まあ、襲撃を受けた際にそれをまあ排除する。 警告射撃をするとかですね、そういう武器の使用についてはどうですかと、まあ、こういうあの質問をしたわけですけれども、これはあのぜひ、現場がよく分かっておられる佐藤防衛政務官にお尋ねしたいんですけれども、この2つはやっぱり違いがありますよね、現場から考えて、そこの違いについてのご認識をちょっと伺いたいと思います防衛大臣政務官、佐藤正久君。 長嶋委員にお答えいたしますあの。私もイラクに派遣された当時、あの一人の指揮官としまして、えー、現地に滞在しております法人との連携をいかに取るか、あの新たな武器使用権限の中でいかに法人を外務省の、えー、事務所の方の連,連携を守るかということに意を持ち、一度、えー、実際に在外法人との輸送という形で、えー、クウェートの、えー、法人を運んだこともございます。 でそういう中であの委員の今のご指摘ですけども確かに救出、奪還離れたところにのいる人間を自衛隊が助けに行く奪還をするというイメージとえ委員が言われたまさに事故の管理下に入ろうとしているという部分の、えー、イメージとこれは多分あのあ私も委員と同じ問題認識を共有できるというふうふに思っています。ただそういうい中でま、えー、まだまだあの海外派遣に 中の隊員におきます武器の使用とかあるいは法人の総合というもので課題はまだあるということは当然認識しておりますので今後ともそういう制約の中でまた検討を進めていきたいというふうに思っております委員長中島昭久君そうしますとですねあのあの時の小野寺大臣の答弁は私の今別,も別の概念だというご認識を共有していただきましたけれども別の概念の その救出や奪還といった任務でない場合における武器の使用について私は聞いたんですが、防衛大臣のご答弁は、あそのまあ、すり替えと言ったらちょっと失礼かもしれませんが、救出、奪還という形の任務を自衛隊に付与することについては、国際法や憲法の関係など、各種の課題があると考えているという答弁だったんですが、 そうでない、そのまさに事故の管理下に入れる、そういう行為における武器の使用については、政務官としてはどういうご答弁になるんでしょうか。佐藤正久、防衛大臣政務官。お答えいたします。まさには事故の管理下に入ろうとしているという状況においては、まさに今、我々の 派遣隊が認められております事故の管理課における法人等を保護するための武器使用の権限の中で対応を取るということになろうと思います<上>長嶋久君あの私はわざわざ三角構造で、まあ、説明をさせていただいたんですで、それはどういうことかというと、事故の管理課に入れば、これは三角構造じゃなくて、もう二点の関係になるで襲撃する側と。えー 自衛隊に守られた法人というまあこういう二点の関係になるわけです。それから逆に襲撃する側がもう完全にその法人をまあ拉致というか奪ってですね彼らのまさに管理下に引き込んだ場合にもこれも三角構造が崩れてですね自衛隊とまたその属を中心とするですね加害者を中心とする二点のまあ構造になるわけですからまあこの三角構造が崩れて二点になった段階で。 えーえーまあ、論理必然的にです、ねえー、このお事故の管理下に置く行為っていうことのです、ね、意味合いっていうのはあ終わるわけですね、で何が言いたいかというと、そうなる前のです、ね、本当に一瞬のオペレーションなんです、私が言ってるのは、つまり法人保護にかかる必要最小限度のやむを得ざる武器の使用すら、もし、えー、許されないとしたらです、ね、これはあのせっかく輸送に行ったとしてもですね、 肝心なところで例えば不足の事態が起こったときに本当にこれ対応できるのかというところをぜひあのわかりやすく説明していただきたいんですね佐藤正久防衛大臣政務官お答えいたしますああのまあ、いろんなケースがあろうかと思いますけれどもまさに法人がおられてそこに自衛隊が近づいてまさに事故の管理下に入っているという状況においては そういう状況によってどういう形で武器が使えるかということをご指摘だと思うんですけそういう場合においてはまさに事故の管理下にも一瞬で入ってしまう可能性がありますよね、そういう時は今までと同じような形で武器を使えることができますしまた、近づいた時に我々が隊員が撃たれた場合それも同じような形で今までの武器使用の権限の中で武器,使用すること武器を使用することができる。 まさに事故の管理下に入ろうとしている、本当、え地域で非常に近い状況においてはえ、現在の武器使用権限の中でも対応できるという部分はあろうかと思います委員長中島、久君ここは大事なところなんで、法制局う来られていると思いますので、伺いたいんですけれども、まあ、今あ、まさにまあちょっと近接性というかです、ね、地理的にこう近接した話になりましたが、例えば迎えに輸送のために集合場所に向かっていると。 でその途中でいや今、襲撃を受けてますとこういうなった場合これはあのなかなか事故の管理下に入っているか入っていないかというのはいや距離的にはまだ入っていませんよねで、こういう時に、えー、実際、えーあ、じゃあ,あ襲撃されているんですかじゃあ、うちらは事故保存国または国に準ずる組織かもしれないんで事故、えー、保存を超えた武器使用につながる恐れがあるので事故の管理下にまだない法人についてはさよならと。 これで途中で引き返すんでしょうか。まずあの現場の指揮官を経験されたあ佐藤政務官に伺いたいんですけど、こういう場合手も足も出ないんでしょうか。佐藤正久防衛大臣政務官。お,お答えいたします。の私そういうのをまあ現場にそういう立ち会ったことはございませんが、実際法人をあ、えーえー、の助けるためにそこに近づく途中で。 そういういいろんな事象があったということは経験はございませんので一概にお答えすることはできませんがあの武器を使う場合使わない場合いろんなパターンがあると思いますでい一,一般論として申し上げれば、えー、で武器を使,使わない範囲でその現地の方に到達する手段というのは多分、一時的には追及するんだろうというふうふに思います。 そういう中で、ぎりぎの判断でどういう形で自分が打たれれば、それあの自己保存型で武器を使える場合もあるでしょうか、いろんなケースの中でその、どういう方策を追求できるかということを考えることになるのではないかなというふうに思います長嶋昭久君。さすが、ぎりぎりいっぱいのご答弁いただいたと思います。法制局に伺いたいんですが、今のケースはどういうふうに法的に整理されるんでしょうか内閣法制局、林徹第二部長。 お答えいたします先日もあの予算委員会で私どもの法制局長官がご答弁申し上げましたけれども武器の使用権限を自衛官の保護あるいは管理のもとにない法人の安全を確保する、まあ、すなわち救出をするというような場合に拡大することにつきましてはそのような武器使用は事後保存のための自然権的権利によるものとは言えず国または国に準ずる組織に対して行った場合には憲法第9条の禁ずる武力の行使にあたるおそれがあるという問題があることを したがいまして、例えば加害者との間で銃撃戦となるようなことまでを想定したものであるならば、武器を使用して法人を救出するということにほならず、先日の答弁で述べ,たようと述べたものと同様の問題があると考えられるところでございますけれども、具体的な状況の下で、 まあそのような事態に至ることがないと見込まれる場合におきましては、まあ、自衛官が法人に設計することまでが否定されるものではないと考えているところでございます。以上でございます。中嶋明久君。まあ本当にあの現場感覚のない答弁だと思うんですが、<laughs> あの、それでね、あの佐藤政務官ねこの、じゃあ一旦事故の管理会において、その後国に準ずる組織に行く手を阻まれた、あるいは国、あるいは国に準ずる組織に行く手を阻まれた場合には、これは銃撃戦をやって、 法人を空港まで,です、ね、きちっと運び込んで脱出するというオペレーションをこれ、やるんですよね。でこういう場合はあ、今の法制局の答弁のように、武力の行使にはつ,、えー、つながらない、武力の行使には当たらない、したがって合憲だと。この、これが合憲である、さっきはその事故の管理下に入っていないから、同じように国に準ずる組織から攻撃を受けて、 まあ、武力のこう、武器の使用をしたら、これは武力の行使にあたる。しかし、一旦管理官に入れたら、当たらない。これは合憲だと。その違いっていうかですね。そこ、それが合憲になるですね。本質的な根拠って一体何なんですか。これ、どういうふうに理解すればいいんですか。佐藤正久防衛大臣政務官。お答えいたします。あの、今、最初の、えー、法人を助けに行く前の段階における。 武器使用については法人が自分の管理下に入っていないという状況ですからこれは法人に対しての我々の自己保存と自然権の権利というのは行使はできないという整理になろうかと思いますただ、法人を自己の管理下に入れた後移動管に何らかの状況において武器を使用をしないといけないという状況においてはまさに自己の管理下にあるわけですからこれは自然権の権利という中で武器を使うことができると。 いうふうふに整理しているというふうに認識をしております中島君これね、あのー、先ほど申し上げた本当に一瞬のことで、ですね、まあ、あ事故の管理下に入ってないけれども、しかし、これからまさに輸送に行って、事故の管理下に入れようとしている、まあ、そういうときにです、ね、襲撃が行われたら、まあ、それをせいぜいやっぱり排除して、そして輸送の任務を全うするというのが、これはやっぱり現場の私は意識だろうというふうに思うんですね。 で、それがたまたま相手が国、または国に準ずる者だった場合には、武力紛争に発展してしまう恐れがあるという、私は法制局の説明っていうのは、とっても納得いかないんです。で、逆に厳格な自己保存に基づいて、自己の管理下にある人たちだけを防護するために、まあ仮に銃撃戦になっても、それは武力の行使に当たらないっていうですね、現象から見たらですね、ほとんど同じ現象なんですよね。しかし、それが一方では、 武力の行使に当当たたりもう一方では当たらない,というです、ね、これ、国際法上の、これ外務省に伺いたいんですけど、この二つの事象はですね、国際法上評価に違いがあるんですかね。あの、同じように仮に武力紛争に発展した場合にですね、いやいや、我々は自己保存で武器を使用したんだからといって、何かその効果としてですね、国際法上、何か変わるんでしょうか。私から見ると、なんとなく国内の その議論をですね、国際舞台に持ち込んでいるような、そういう話に聞こえるんですけども、いかがでしょう。外務省石井正文、国際法局長。お答え申し上げます、えー。おっしゃったような事例につきましては、国際法報上の評価につきましては、あの。適法であるという意味において差はないと思います。委員長。中島木下君、ね、これ適法なんですよ。あの法制局よく聞いていただきたい。で、これは、私は本質的な根拠は何かと。 いうふうに尋ねたのは、これはどういう意味かというと、これはなぜこういうことが認められなければならないかと我々は考えているかというと、これは正当防衛の一環だからなんですよ。正当防衛。まさに自己保存というのはそういうことですよね。正当防衛。で、仮に正当防衛だとしたら、これは刑法の話になりますが、事故、または他人なんですよ。他人の権利がああし、侵害を受けた場合には、脅迫性の侵害を受けた場合には、 これ、守ることができるんですよ、だから軽食法七条にはそういうふうに書いてある、それから海上保安庁が巡用する、うこのすると書いてある軽食法あ、軽食法じゃない、海上保安庁の二十条にはそのように書いてあるんですよ、ですからこれ、正当防衛に当たる場合は合憲だというふうに、実は整理をしていればですね、事故、それから事故から少し拡大して、事故の管理下にあるもの。 あるいは武器等防護とか、こうなんかこう拡大していく論理そのものが、私は実は破綻しているというふうに思っています。ですからまあ、おそらく臨時国会の一つのテーマになると思うのは、この正当防衛、自己、または他人、このを防護するための、必要最小限の武器の使用は、これは憲法が禁じている武力の行使に当たらないという、そういうですね、ぜひ、えー、すっきりとした論理をですね、展開していただきたいというふうに思っています。もう時間が ないんですけれども、最後にもう一点、ちょっと国のに準ずる組織に関わる。論点で、えー、法制局の論理部陣をちょっと指摘をしておきたいというふうに思っています。あのー、もう一度、あの、今日、お配りさせていただきました。ちょっと、あの、えー。にわか仕立てで、汚いらしい、えー、資料になってしまいましたけれども。えー、私の平成二十年の十月の質問主意書。まさに、この三角構造の中で。 海上保安庁に認められている武器の使用について、えー、国際法上、憲法上の問題を正したものが、これ左側、えー。そしてもう一つその前に、法制局のロジックについてちょっとおさらいをしておきたいと思います。平成二十三年の十月二十七日の参議院の外交委員会における、かじた法制局長官のお答弁です。これこ、こう書いてあります。右側です。我が国の公務員、まさにこれは自衛隊だけじゃない、海上保安庁も警察も 一緒なんですね。我が国の公務員がいわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合以外において武器の使用をすること、これが全て憲法九条のが禁ずる武力の行使に該当するかというと、そういうわけではありませんと。武力、武器使用の相手方が先ほど言いました、国または国に準ずる組織であった場合でありましても、憲法上の問題が生じないという武器使用の類型がある二つ類型を挙げてます。一つのタイプがいわゆる自己保存のためのもの。 そしてもう一つがああ、武器等防護をするためのものと、さて、あの左側の国籍不明の潜水艦及び不審船に対するです、ね、海上保安庁による武器使用、保安,保安庁法の二十条一項に基づく武器使用、これは排除されてないと、殺人罪などを構成するような、つまりしゅさっき私が言った襲撃するような、銃撃するような行為についてです、ね、これを排除するための武器使用、 これは法的に排除されてないというのが答弁なんですが、法制局に伺いたいんですけれども、皆さんの先輩である梶田法制局長官が言った、この2つのタイプ、自己保存、または武器統護、これ、どっちに当たる,当たるその武器使用、正当化する行為なんでしょうか内閣法制局、林徹第二部長。お答えいたし,お答えいたします。 ただいま先生からご指摘がございました質問収容書に対する答弁書におきましては相手方が国籍を有してない船舶である場合すなわち公海上にあっても我が国の管轄権を及ぼすことができる場合において海上保安官が海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため海上保安庁法第20条第1項に基づき当該船舶の乗組員に対して武器を使用することについて 国際法上問題となることはなく、また憲法第九条が禁ずる武力の行使に当たることはないとお答えしたものと承知しているところでございます。このような武器使用はワンクインの統治権の及ぶものに対してワンクインの公権力である警察権の行使として行うものであり、相手方がワンクインの統治権の及ばない他国、 または国に準ずる組織であることが明らかな場合に、これに対してこのような武器使用を行うことは警察権の範囲を超え、また自己保存を超える武器使用である場合には、憲法第9条の禁ずる武力行使に当たる恐れがあるものと考えているところでございます。す中島明久君、それがいい加減な答弁になっているんですよ、あの海上保安庁、海上保安官は、相手がです、ね、国までは国に準ずる者かどうかというのを、これ、あのこういった事象に遭遇したときに、いちいち事前に調べるんですかと。 まあ、あの答弁求めません、もうそれは予算委員会で伺いますたそ,れはそんなこと調べないと、襲撃のあったという、銃撃があったという外形的事象を持って、それに対して武器を使用するんだと、こう言ってるんですよ、したがって今の法制局の答弁というのは、ですね全然その政府の答弁の中で整合性が取れてない、どっちが正しいか、私はあえてこれ、取りませんけれども、すなわち、ですねあのこういった状況の中で、えー、適法な武器使用は許されるわけですよ。 したがって、自己保存を超えるとか超えないとか、あるいはその相手が国または国に準ずる組織かどうかというのは、基本的にはこういうケースで、事前にそれを確認することは求められていない、現に平成13年の,あの南西沖、九州南西沖の,あの銃撃がありましたね、工作船,不審船、当時は不審船、国籍不明の船ですよ、それに対して、えーまあ、海,海上保安庁と銃撃になった。 そして、向こうは沈没しました。引き上げてみたら、北朝鮮の工作船だった。これ、遡って、あ,あ国だったからああ、違憲になるんですかならないですよ。で、しかもねけあの、統治権が及ぶっておっしゃったけれども、じゃあ、国または国に準じる者に対して、日本の我が国の統治権は及ぶんですか我が国の警察権、我が国の統治権、及ぶんですかそれだけお答えください。 林徹第2部長お答えいたします公海上の船舶につきましてはその帰国の管轄権のみ服することを原則とされているのであるから国籍が明らかであってそれが外国なのであればそれは通常統治権が及ばないと考えているところでございます島だからそれは事前にわからないって言ってるわけ武器を使用するときにあああなたは国または国にずんずる組織ですかなんて言ってるそんな余裕はないんですよだからあなた方の議論は 正直言って、机上の空論なんです。しかも政府の中の答弁の,答弁の間でも整合性が取れてないんです。ですから、まあ、これは別に法制局を恥ずかしめるために、私、答弁、あの質疑に立ったわけではありませんが、結論的に申し上げて、ぜひ、あの、大臣ね、あのこれから臨時国会に向けたの課題として、やっぱり正当防衛とみなされるような環境におけるですね、武器の使用ぐらいは、きちっと認められるような法律をもう一回、 作り直していただいて、そうやって、あの、現場の自衛官に頑張ってもらうという、そういうあの、枠組みをですね、ぜひ、まあ、私たちも協力いたしますので、しっかり考えてやっていただきたい。そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。